晴れやかな日差しに明るい少女。お似合いでしょ。来てくれたかい？嬉しいよ。遅刻よ、ハイヘビ。説明をしてくれるかしら？許してくれ、カカリア。ちょっとした仕様があったんだ。ヘビからの命令だよ。そう、いいわ。で、何をすればいいの？我々のために開演の目を起動してくれ。君が開演場の権限を手にすることができるのは把握している。開演の目？それを使って何をする気かしら。漁師の海の扉を開き、我が同胞を助け出す。舞台を開演場に駐屯させることはできるけど、開演の目を起動させることはできないわ。名手と彼が最も信頼を置いている人物を除いて、誰もあの扉を起動させる方法は知らないのよ。1年前、アインシュタインたちが秘密裏に開演の目で実験を始めたと聞いたが、その実験の裏に何があったのか、それを調べれば君ならできるはずだ。わかったわ。でも、アインシュタインは私のことを警戒しているわ。いざという時には合わせてちょうだい。ははは、喜んで協力しよう。それと、君に貸してほしいものがある。何かしら？デザイアジェムだ。デザイアジェムはそんな安いものじゃないわよ。もちろんタダでとは言っていない。すべてが終わった後、約束の報酬を君に渡す。君の大事な娘、ゼーレフェレライよ。彼女は消えていない。ただ X 点実験で人類がたどり着くことのない次元に触れただけだ。我々に手を貸せば、我々も君に手を貸す。ベルトが作った障壁がゆっくりと消え、ブローニャは漁師の海へと入りました。ヘビよりも先にゼーレとデザイアジェムを見つけなければなりません。ブローニャ。誰ですか？よくやった。断りの律者のコアが
君を受け入れたようだ。ベルトさん、よかった、無事だったのですね。無事とは言えないな。この姿を維持するのがやっとの状態だ。君と話せたのも君がコアと一つになったからだよ。きっとアインシュタイン博士が助けてくれます。だからもう少しの辛抱です。漁師の海の状況は芳しくない。障壁が弱まっていくのを感じる。デザイアジェムだ。その力が障壁を圧迫しているんだろう。ヘビもきっとその力を欲しがっている。もしデザイアジェムがそいつの手に落ちれば、もう俺たちにそいつを止める術はない。急いで行動しなければ取り返しがつかなくなる。ヘビは未だ暗闇に隠れています。まだデザイアジェムを手にしていないということです。行くんだブロニア。俺の力は世界の泡に散らばっている。それらを回収してコアをより強くするんだ。これはリスクの極めて高い賭けになる。だが他に選択肢はない。ヘビもデザイアジェムを欲しがっています。この先の争奪でブローニャはヘビに囚われたゼーレに再会できるはずです。この無数にある世界の泡の中でブローニャは必ずゼーレを助け出してみせます。敵発見しました。システム報告。目標ロックオン。第5目標ロックオン。全武装展開。フォーム回収完了。イエス、キャプテン。ゼーレ。ブローニャは必ずゼーレを助けます。ほら、艦長。あ。
怖っ。話せるか。あなたは？わらわはさくらじゃ。何時の名は思い出せるか。私はゼーレです。ゼーレじゃな。何時に危害を加えるつもりはない。じゃが一つだけ聞かせてほしい。この写真の女の子を見かけなかったか。見かけていないのか。おかしいな。あの子もここにいたはずじゃが。よく思い出してみてほしい。最近ここに来た者、もしくはここから連れ出された者がいないか。頼む。あの子を見つけ出さねばならぬのじゃ。セイラは何も知らないです。ここはどこですか。セイラはどうして。怖がらなくてよい。何時は何も悪くない。ここの者たちは何時に何をしたのじゃ。一体どれだけ罪のない子供が囚われていたというのじゃ。すまぬゼーレ、先ほどはわらわが悪かった。一緒に行こう。わらわが何時をここから出す。ここは一体。建物の構造、そして部屋の並び、見覚えがある気がする。ここは監獄。うん、基地。やっと目を覚ましたのね。何があったの。どうして私たちはここに。知らないふりはやめて。誰かさんのせいでコアを手に入れられなかったんじゃない。ブロニャお姉ちゃんを傷つけることはゼーレが許さない。はいはい、あなたの好きにしなさい。でもこれからどうするの。蛇の協力がなければ私たちは漁師の海から出られないわよ。少しおかしいと思うの。何が。あの人と出会うまでずっと何もない空間を漂っていたのに、ここはあそこと違う。ここはブローニャお姉ちゃんと一緒にいた世界と似ている。世界の泡に似ているの。そうね、私たちは漁師の海に消えていない。世界の泡に入ったんだわ。それならきっとここから出る方法があるはずよ。お姉さまがしたようにね。ブローニャお姉ちゃんはきっとゼーレを探してる。待つだけじゃない。ゼーレもお姉ちゃんの元へ行かないと。とりあえずここがどういう世界なのかはっきりさせなきゃ。ホシーンのみんなは元気かな。さくら、お姉ちゃん？し。もう少しじゃ、今はまだ出てはいけない。警備の機構の動きを探ってる。さくらお姉ちゃんはこの基地の人じゃない。ここには侵入したのかな。私たちこれからどこに。
見張りをかわしてエレベーターに乗り、データ室を目指す。調べたいことがあるのじゃ。気候が離れた。急げ。気づかれぬようついてくるのじゃ。はい、気をつけます。ゼーレ、準備完了。外の世界は危険でいっぱいです。ゼーレ、気をつけます。気づかれてはないようじゃな。このまま上に行くぞ。はい、さくらお姉ちゃん。あら、もうそんなに仲良くなったの？そんなに彼女を信頼しているの？あの耳を見て、本当に人間かしら？この世界の泡の歴史が分かれば、その答えも分かるよ。だから、データ室に行く。きっと、この世界に関する情報があるから。データ室はこの階にある。ゼーレは少しここでわらわを待っておれ。データ室へと続く道には見張りの機構がおる。今回はやり過ごすことができぬのじゃ。どうすればいいですか？方法はある。顔を伏せ、声を出さずに待つのじゃ。さくらじゃ。ID 番号は CM004。 火を追うか？逃げた実験体を捕まえたのじゃ。なかなか口を割らなくての。データ室に行って、どの階から逃げ出したか調べてこいと、メイ博士に言われたのじゃ。やはりダメか。強行突破じゃ。ゼーレ、後ろへ。一緒に戦います。艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？助けたい。目標が現れ、ゼーレと一緒に遊びましょう。
聖魂か。聖魂、聖魂のことを知っているんですか。すまぬ、少し驚いただけじゃ。心配するな、汝は良い力を持っておる。汝は悪いことなど何一つしていない。ここに閉じ込められるいわれもないのじゃ。聖魂に気づいたとき、彼女相当驚いてた。面白いわね。艦長、ゼーレをど…着いたぞ。今各エリアの人の移動記録を調べておる。少し時間がかかるようじゃ。ここでしばし待とう。あげたいな。こんなにデータがあるんだね。すごい。ところで、この装置の使い方は知っているの？本を読むのと同じ感じかな。トラブルが起きなければいいけど。ゼーレ、頑張ってみるよ。いけた。これが記録データだね。第11律者による災害は予想をはるかに超えていた。火を追う側、今回の災害で最も損害を受けた組織だと言える。たくさんの融合戦士を失った今、現存メンバーだけでは部隊の維持はできなくなっている。戦略面を考慮し、新生戦力が今の穴を埋められるようになるまで、彼らはしばらく様々な武装小隊へと派遣される。融合戦士と一般人が一緒にいることによるトラブルが起きないことを願うばかりだ。人類の存亡を脅かす外敵が目の前にいるのに、人類最大の対崩壊組織は内部の軋轢を処理しなければならないとは皮肉なものだ。反対の声もなくはないが、幸い大多数の人がこの提案を受け入れてくれた。新人たちも成長しており、もうすぐ戦力に加われるだろう。新生融合戦士部隊は火を追う側の中堅的な力になると信じている。また火を追うか。あのロボットもこの名前を言ってたよね。サクラのことを火を追う側の戦士と言ったんだから、彼女もおそらく同じ組織に属してるはずよ。なら彼女はどうしてここに侵入したのかしら。この世界の崩壊は現実世界のものよりひどいみたいだね。桜お姉ちゃんには何か深い事情があるんだよ。探してる女の子と関係があるのかも。直接聞いてみよう。この世界の景色、懐かしい。ゼーレ、どうした？ただ、桜お姉ちゃんはここのことよく知ってるなって思って。心配しているのか。案ずるな。わらわは確かに火を追う側の一員であったが、今の奴らはわらわの敵じゃ。だから汝に危害は加えぬ。汝を捕らえるような真似もしない。お姉ちゃんが探してる写真の女の子はお姉ちゃんの家族ですか？この子はわらわの妹で唯一の家族じゃ。名はリン。汝と同じでこの基地に閉じ込められていた。火を追う側に捕らわれたが、あの子は無実なのじゃ。だから官房の中を探していたんですね。この子は本来あの部屋にいたはずなんじゃ。だがわらわが行った時には汝しかいなかった。そういえばまだ汝のことを詳しく聞いてなかったの。ここは互いの理解を深めることにしよう。先ほど官房の中で気を失っていた汝はとある名前を口にしていたのじゃが、ブローニャとは誰のことじゃ？
ローニャお姉ちゃんはゼーレの家族で一番大切な人です。桜お姉ちゃんと同じで優しくてすごい人。ゼーレのために困難に立ち向かってくれて、いつもゼーレの心配をしてくれます。ブローニャお姉ちゃんがいると嫌なことも消し飛んじゃうんです。彼女は今どこにおるんじゃ？離れ離れになっちゃって、ブローニャお姉ちゃんは外にいます。お姉ちゃんはきっと今もゼーレを心配してます。だからゼーレもただ待つだけじゃなく、ここを出てお姉ちゃんのところへ戻りたいんです。ずっとブローニャお姉ちゃんがゼーレを守ってきてくれました。ゼーレはもうお姉ちゃんに迷惑をかけたくないから。いや、何時を迷惑など彼女は思わないじゃろ。ゼーレ、わらわは何時をここから出す。火を追う側、何時や凛のような無実の子をたくさん捕らえてきた。何時らは本来自由であるべきなんじゃ。外は危険じゃ。ここを出た後、わらわと一緒に来るとよい。身の回りが落ち着いた後、一緒に姉上を探そう。そうじゃ。ゼーレは桜を見たことはあるか？桜？ゼーレは本でしか見たことありません。わらわの家の近くに広場があっての、そこに桜の木があるのじゃ。春になると桜が咲き、ひらひらと舞う花びらで満たされるのじゃ。この災害だらけの世界で、あんなにも心が温まる景色は、そう見ることができない。リンは桜が大好きじゃったから、きっとゼーレも気に入ってくれると思うぞ。だから一緒にここを出よう。うん。結果が出たぞ。リンは地下33階にいるようじゃ。そこに向かおうぞ。桜お姉ちゃんは凛としてて一見冷たく見えるけど優しいね。本当にブローニャお姉ちゃんみたい。ここの景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。これ以上お姉ちゃんを傷つけさせない。ゼーレ、少し待て。まずい、厄介な奴が現れたぞ。さくら、やめるんだ。失われたデザイアジェムを探すため、ハイペリオン一行は転送装置開炎の目を使い漁師の海へと入ろうとした。しかし作戦決行前夜、
アインシュタインが何者かに襲われ行方不明となってしまう。デザイアジェムを取り戻すためブローニャは転送門が閉じる直前単身で漁師の海へと飛び込む。彼女と共に戦っていたテレサたちは混乱の収まらない開演場に残され今なお戦い続けていた。私が守るわ。リリア、ロザリアの後ろを守って。油断しないで。正体不明の適正反応は消えたけど崩壊獣の攻撃はまだ終わってないわ。テレサちゃん、ブローニャのやつが漁師の海に入っちゃったよ。何をする気なの。扉が閉まったらもう戻ってこれないなんてことないわよね。落ち着きなさい、ロザリア。ブローニャは勢いで行動するタイプじゃないわ。きっと彼女なりの理由があるのよ。開演の目が閉じた今、できることはいち早く戦場を制圧して彼女に連絡を取ることよ。ロザリア、テレサちゃんの言う通りだよ。私もブローニャ姉さんが心配だけど、まずは目の前の敵に集中しないと。そうよね。お母様に心配かけちゃいけないもの。戦いに集中するわ。行くわよ、リリア。お母様とテレサちゃんは私たちで守るのよ。私のことはいいわよ。子供たちがやっと落ち着いたわ。残りの崩壊獣との戦闘も問題なさそうね。ブローニャ、どうか無事でいて。それが私たちの取引だろう。ベストなタイミングを選んだだけだ。でもあの子、ブローニャを巻き込んだ。あの子はこの件と関係ないはずよ。彼女は君に巻き込まれたんだ。君の粗末な仕事ぶりのせいでアインシュタインに感づかれた。それがなければ彼女も漁師の海に入ることはなかった。ブローニャが無事に帰って来られなかったら取引はここまでよ。取引の途中で条件を追加するとはビジネス精神に反するのではないか。残念だが彼女にゼーレフェレライのような素質はないんだ。漁師の海は出たいと思うだけで出られるような場所じゃない。ネゲントロピーの名手が彼女に手を貸すことを祈るしかないんだ。冗談だと思ってるわけ？何をしている？もう一度言うわ。
ブローニャが無事に帰ってこれるよう取り計らいなさい。カカリア、私たちは互いの本質を理解しているはずだ。私たちは目的のために全てを犠牲にし、全てを利用できる人間ではないか。だから君のアドリブには感心したんだよ。娘と対立する立場となり、君に逆らう彼女が自らアインシュタインの代わりに漁師の海に入るよう仕向けた。あの時君が我々の求めている人材だと確信したんだ。私の見立てが間違っていたと言わせないでくれよ。嘘つき。ブローニャは信じていました。ハイヘビ、あなたは間違ってるわ。私たちは違う。地獄に落ちるがいいわ。地獄？今地獄へと向かっているが誰だろうな。ピクニックができるわね。残念だ。まさか君が愚かな動物的本能に負けるとは。違うと？どの口がそれを言うのか。何ですって？忠誠、何があったの？あれは、お母様！ハイヘビ？どうして奴がここに？テレサさん。この前はハイペリオンで世話になったね。私のことをまだ覚えているかい？一応取引はまだ終わっていないが。同じ人が二人。あ、まさかこいつの双子？ロザリア、リリア、逃げなさい！お母様、大丈夫よね？すぐ助けるから。カカリア、君が生かされている理由を知っているかい？君は、自分の選択に死より恐ろしい代価を支払うことになるからだ。私がそう保証するよ。ヨルムンガンドは、裏切りを許さない。奴ら、何するつもり？
い蛇が自ら崩壊獣に。ちょっと双子で崩壊獣とかこいつキャラが被ってるわ。バカロザリア、少し黙ってて。ジャッカルの研究成果を食べさせてもらうよ。果たしてどこまでやれるのかをな。ちょっと寝るね。やはって紛れもなく崩壊獣なのに人間の理性を保っている。動きは人間のように機敏だし、こんなの見たことがない。でもなんだか違和感が。知性があっても力はただの帝王級崩壊獣、そこまで強いわけでもない。ハイヘビが自ら戦う理由は何なの？まだ何かを隠しているのかもしれない。子供たちを先に逃がさないと。ロザリア、リリア、こいつらは私に任せて。あなたたちはカカリアを連れて安全な場所まで引きなさい。ロザリア、早く行こう。いや、私はここに残るわ。こいつがお母様に奇襲を仕掛けて大怪我を負わせたのよ。テレサの言う通りだ。逃げた方がいい、ロザリア。同類として君に危害を加えたくない。誰があんたみたいな気持ち悪いやつと同類なのよ。ナンパならもう少しマシなセリフにしなさい。何を言っている。君とリリアを死の淵から救った手術と私の体を崩壊獣に変えた技術は同じものだというのに。そんな。君たちや他のモルモットのおかげで崩壊獣因子と人体が融合する最適な濃度を見つけることができた。もちろん君たちの愚かな母親は最後まで自分が施しを受けたと思い込んでいたが。そんな風にお母様を悪く言うのは許さない。落ち着きなさい、ロザリア。彼はわざとあなたを刺激しようとしているわ。しまったか。まあいい、少し順番が違うだけだ。ではいただくぞ。準備はできたか。地獄は今始まったばかりだ。ロザリア、逃げて。
慎重な行動は決して悪くない。安全な場所に隠れるのも賢明な判断だと褒めてやろう。しかしアインシュタイン、一つ過ちを犯したな。この世の中、安全な場所などあるわけがないだろう。ここは、どうやら僕はまだ開演場にいるようだ。襲撃者が僕を殺さなかったのは、僕に利用価値がまだあるからか。やっと目が覚めたなのです。誰かそこにいるのか。あなたに今の自分の顔を見せてあげたいなのです。シュレディンガー、どうして君がここにいる。君はもうエネルギーバランスが崩れ、実体が消え、もう一つの次元に消えてしまったと、そう言いたいなのです。そうなのです。あの一件で物理的な実体は存在の安定性を失い、量子化した個体になってしまったなのです。この数十年間、私はずっと扉の向こう側にいたなのです。君のことを探そうとしたが、君に関する痕跡が何も残っていなかったんだ。私は他の場所でこの世界の人に遭遇しましたが、どうやらあなたたちと彼女たちはお互いのことをよく知らないようなのです。簡単に言うと、私は漁師の海の底、何もない虚無の地へと落ちたなのです。ここから出る方法を幾度も考えましたが、あの世界に戻る目印を完全に見失ってしまったなのです。あなたたちがあの装置を起動するまでは。それは開演の目のことかい。何をしたかはわからないなのです。ここにいる人の中で私はあなたのことしか知らないなのです。でもここのエネルギーは想像を超えるほど高いなのです。別の世界の泡にいてもその異常さを感じるほどなのです。それらのエネルギーは同じところから来ていて、近づくことすら叶わないなのです。デザイアジェムだ。誰かがそれに接触したんだ。漁師の海に一体何があったのか、君が知ってることを全部教えてくれ。歩きながら話すなのです。この話は長くなるなのです。
新しい一日は美しい出会いから始まるの。晴れやかな日差しに明るい少女お似合いでしょ。また新たな週を共に迎えたわ。今日も頑張りましょう。艦長の命に従おう。私が必ず守るわ。リリアと。制約の十字架の使い道を知っているかしら。早く出てきて。やないと全部壊しちゃうわよ。十字架を振り下ろしたらあんたたち全員死ぬのよ。終了。帰って寝たいな。この十字架の使い道を知っているかしら。
ます。この程度の敵、心配には及ばぬ。十字架の使い道を知っているか。やっ、やっ
行こう。敵は見えないところにおる。寝足りないの。見えないところにおる。承知した。今目的地に向かっておる。承知した。今目的地に向かっておる。今目的地に向かっておる。寝足りないの。敵承知し程度の敵、心配には及ばぬ。甘いお菓子は甘い女の子に似合うでしょ。私もそう思うわ。
リリアは艦長の期待を裏切らないよ。艦長の命に従おう。リリア、リリア、後悔をしているのかエロザリア。君が彼女をこんな目に遭わせた。リリアを返して。いいぞ、怒るがいい。君の意識を怒りに支配させ、その心と体を君の中にいる猛獣に明け渡すんだ。君はリリアよりも優秀な餌になる。あんた狂ってるわ。君の攻撃も弱々しくなっているよテレサ。やはり手が出せないのだろう。君は優しい学園長だ。彼女は何の罪もない少女だからね。何これ。あの子だけじゃない、あの子たちよ。ロザリア、落ち着いて聞いて。テレサちゃん、
あなたの嗅覚は私よりも鋭いからきっとわかるはずよ。リリアの気配はまだ消えてないわ。しっかり感じて。かなり弱いけど彼女は必死に助けを求めているわ。本当だわ。かすかにだけどあいつのものとは違う。リリアの甘い匂いがする。リリアの気配があの怪物の体からにじみ出てる。わかる。リリアがどこにいるかわかるわ。ハイヘビはリリアを飲み込んだけど短時間で彼女を消化することはできていないのよ。この機会を逃しちゃダメよ。あいつの外郭を切り開いてリリアを助けましょう。じゃあ、あいつを粉々にしてやるわ。衝動的に動いちゃダメよ。チャンスは一度きり。失敗したら逆にリリアに危害を加えるわ。いい？話をちゃんと聞いて。これはあなたと私で成し遂げないといけないことだから。私がアシュビンを全力で押さえつけてその行動を封じるわ。ロザリアはリリアの正確な位置を突き止めてアシュビンの動きが止まった瞬間その外角を寸分の狂いもなく切り開くのよ。何それ、そんなのできないわよ。普段そういう細かいことはリリアがやってるし、私は破壊するのが担当だもん。ロザリア、今ここにいる人の中でリリアと心を通わせることができるのはあなただけよ。あなたとリリアは最高のパートナーでしょ。自分を信じなさい。リリアもきっとあなたを信じてるはず。でも分かった。じゃあお願い、テレサちゃん。もう整ったわ。ロザリア、好きなだけ暴れなさい。あなたの一番大事なステージを完成させるのよ。血騎士、あなたにまだ力が残されているなら今ここに全てを解き放ちなさい。私たちは負けられないのよ。どういうことだ。この姿はまだ見たことないようね、ハイヘビ。
なたの情報網をそろそろ更新しないとね。目標はそっちね。開いてる。後ろが開いてる。やっぱりピリアがそばにいないと少し緊張する。少しだけだけど。テレサちゃんが戦ってる。正直できるかどうかはわからない。チャンスが一回しかないって思うと尻尾が思わず震え出すけど、でもできるかどうかとやるかやらないかは別よ。ブローニャだったらきっとゼーレを助けるはずだわ。私だって負けたくない。私にはリリアが必要だし、リリアにだって私が必要だもの。
たの負けよ、ハイヘビ。おかしな真似はしないでちょうだい。読みが外れた。テレサ、君のことを過小評価していたようだ。しかし、最終的な勝者が誰になるかは、まだわからないよ。自爆したの？あいつ、一体。僕がいない間に、いろいろと解決したようだね。あ、アインシュタイン博士！テレサさん、心配をかけたようだ。アインシュタイン？カカリアさん、この危機が去った後、いろいろと決着をつけなければならないようだ。しかし今、僕たちの利害関係は一致している。開演場の全部隊の指揮権を僕に。天命のバルキリーの攻撃を阻止するには戦力が必要だ。わかってるわ。相互利益ね。頼んだわよ、博士。まずは君の娘たちに君の手当てをしてもらうよ。あとは、僕たちが何とかする。漁師の海の中は、僕たちが予想していたよりも、はるかにまずい状況かもしれない。ローニャ、戦場に到着。あなたがヘビ。この世界の泡はあなたが作ったんですね。それは僕の記憶で、僕が果たせなかった約束だ。仲間との思い出、託された思い、みんなと約束した未来、それはまるで夢幻のように、来る日も来る日も僕の目の前に現れて、また虚無になる。まるで人類が一度崩壊によって滅亡した事実を何度も何度も僕に思い出させるように。人類が崩壊によって滅亡した？ゼーレ、その人から離れて。ですね、ベルトさん、あの男がヘビですか？彼の本当の姿を目にしたのは初めてだ。でもその気配は紛れもなく俺が漁師の海で感じたヘビだ。また会ったね、断りの律者とその後継者。俺に話しかけている。彼には俺の存在が分かるのか？君を崩壊の使徒だと思っていたが、あの迷宮で僕は君の過去を見た。君の意志は嘘ではない。律者として君は人類のために戦っていた。だから僕はあの女の子に手を貸し、僕の前に君を連れてくるようにと願った。崩壊に対抗することは僕たちに共通した使命。君と敵対するつもりはないよ。
あなたをここから出すつもりはありません。君に僕が止められるの？あれはデザイアジム。僕はこの海で1500年も眠った。この1500年間崩壊は勢いを増し続けたというのに、僕は過去の思い出に使って何もできなかった。でも今こそ蛇が帰ってくる時だ。君たちが受け入れるかどうかは関係ない。僕は自分の責任を果たす。システム崩壊、フィニッシュして、ブローニャ、ブローニャ在地区、君は無数の世界の泡を越え、膨大な負担をその身に抱え、ここへとやってきた。君の体はとっくに君の意志に追いつけなくなっているんだ。へえ。彼女に手を出すな。あの子を守るために断りの律者の力で自分の体を再構築したのか。君の力も成長したものだけど、そのボロボロな体で何ができる。君にもあの二人の女の子にも潜在能力がまだ隠されている。ヨルムンガンドには君たちのような人材が必要だ。冗談はよせ。お前のやり方を認めるわけにはいかない。今すぐに答えなくてもいい。いつか君にも分かるようになるさ。君たちに敬意を払うと、この世代で固い理想を持ち人類のために戦うヒーローたちよ。だが君たちはまだ甘い。理想に殺されるほど甘いんだ。君たちは崩壊について何も知らない。僕は人類を統率し、人類を率いてパイオニアとして真の使命を完遂させる。現実でまた会おう。ここの景色は
空間が震えている。まずい。ダイヤジェムを持って漁師の海を出ました。いいんだ、開演の目を起動した。近くの経路に沿って現実に戻るんだ。待ってください、ベルトさんがまだ生きています。ですがブローニャたちと離れてしまったんです。ベルトが先に戻るんだ。ベルトは僕が何とかする。急げ、君は生きなければならない。目標が、
気がおかしくなった。扉はもう開かない。もう助けられない。ブローニャ、お姉ちゃん行かない。セイラは行かない。もういいのよ。一緒に海を見に行くって約束したのに。ブローニャは自らの責任。ブローニャ、ブローニャ、ブローニャ、お姉ちゃん。セーレ、ここは、どこですか？ここは現実だよ。現実？ブローニャお姉ちゃん、戻ってこれたんだよ。セーレ。ブローニャ、大丈夫？このバカ！勝手に漁師の海に入るんじゃないわよ！心配しちゃうじゃない！ブローニャお姉ちゃん！ブローニャどうしたの？やっぱりひどい怪我なの？バカロザリア、ブローニャが押しつぶされるよ。みんな元気そうで安心したよ。ゼーレ、この二人を連れて少し離れてくれるかい？ブローニャと二人で話がしたいんだ。それに、彼女には静かに休める環境が必要だよ。ロザリア、リリア、行こう。ブローニャ、ちゃんと休んでね。また来るわ。ロザリアは来なくていいよ。ブローニャ、きっと聞きたいことがたくさんあると思う。博士、あの後何があったんですか？ブローニャの記憶は漁師の海を出たところまでしかありません。
ゼーレが君を助け、君を現実に連れ戻した。その後、僕たちは襲ってきた天命部隊を撃退したんだ。一段落ついた。今ここは安全だ。では、蛇は？逃げましたか？デザイアジェムの力を使って、奴は逃げたよ。その位置は見当もつかないが、おそらく彼はもう現実に来ていると思う。すみません。どうして謝る？ブローニャは止められませんでした。ブローニャは何もできませんでした。自分を責めるな。君のせいではない。力の差があまりにもありすぎた。彼がデザイアジェムを手に入れた時から、結末は決まっていたんだ。ベルトも、カカリアも、そして僕も、責任を背負わなければならない。でも、君はいいんだ。君はベルトとゼーレを助けた。生きて帰ってこられたんだ。それこそが一番大切なことだ。ありがとう、ブローニャ。ベルトさんは生きているんですか？ああ、君のおかげで命は助かったよ。では、カカリアお母様は？彼女は僕たちに拘束されている。敵との密通、機密情報の漏洩、組織メンバーに危害を加えた上に、勝手に不法な実験を行い、そしてたくさんの人を犠牲にした。カカリアは、この数年間してきたことの責任を背負わなければならない。彼女自身もそれに同意している。ハイペリオンがソルトレイクの基地に着くまでもう少し時間がある。まだ彼女には会えるよ。カカリア、お母様。ブローニャ、無事なのね。嬉しいわ。彼らはお母様をどうするつもりですか？アインシュタインがいろいろ話したよね。知らないわ。考える必要もない。敗者の考えることは誰も気にしないもの。ブローニャは気になります。安心して、ひどいことはされないわ。こういう非常事態に誰も裏切り者に時間と精神を費やしたくないもの。もしかしたら罪滅ぼしに手柄を立てるチャンスを与えてくれるかもしれないわ。でもその間、孤児院のことは頼むわ。ブローニャが孤児院のみんなを守ります。いいえ、ブローニャ、あなただけじゃないわ。あなたたちよ。ロザリアとリリアは優しい心の持ち主で、みんなを笑顔にすることばかり考えるけど、彼女たちは未熟で多くのことを理解していない。ゼーレは面倒見がよく器量がいいけど、気が弱くて自分の考えを貫けない一面がある。そしてあなたは全てを自分の責任だと考えすぎている。あなたはいつも一人で背負おうとする。ずっと前だけを見ていて、そばにいる人たちのことを忘れてしまうの。彼女たちはあなたのことが大好きだから、あなたに追いつこうと必死だったわ。あなたにはみんなを団結させる力がある。だから、たまに振り向いて彼女たちのことも見てほしい。みんなが一緒にいるところがあなたの家だから。お母様、そのような言葉は今まで言われたことがありませんでした。どうして？そう。今まで私はあなたたちに言ってなかったのね。どうしてでしょうね。わからないわ、本当に。この数十年、いろんなことをしてきた。その中には過ちもたくさんある。後悔していないといえば嘘になるわ。でも一つだけ、
後悔していないことがあるのよ。それは2012年の春、シベリアの雪原であなたを連れ帰ったことよ。ブローニャ、あなたは私の誇りよ。ベルトさん、ブローニャはその意図がよくわかりません。君が持っていた方がよりその力を発揮できるという意味だ。律者コアは名手になる必須条件ではない。力は才能のある人に渡すべきだ。どうしてブローニャなのですか？もっと適した人がいるかもしれません。ヨアヒムが君を選んだから。漁師の海で君は自分を証明した。でもブローニャは負けました。負けたかどうかは失敗をどう理解するかだ。俺にとって自我さえ守れたらそれは負けではないんだ。今すぐ答えなくていい。もう少し考えてほしい。一番大切なのは君自身の考えだから。受け入れてくれるなら俺はこのコアの使い方を君に教えるよ。わかりました。ありがとうございます、ベルトさん。ブローニャお姉ちゃん、君の仲間が君を呼んでいるようだ。また今度話そう。ではブローニャ、君の道はまだ始まったばかりだ。ブローニャ、ベルトと何を話してたの？まさかブローニャを次期名手にするとか？ブローニャ姉さんもベルトの名を受け継ぐの？ベルト在地区、男の名前じゃない。何を妄想しているんですか？そんなことはありません。ブローニャの名前は変わりません。ブローニャはブローニャですから。チェッ、名手になったブローニャと一緒にいればたくさん食べてたくさん遊べると思って喜んだのに。そういえば私とリリアはこれからテレサちゃんについていくわ。テレサちゃんが崩壊獣の力を制御する方法を教えてくれるの。才能があるからあとは専門的な訓練を受ければいいって褒めてくれた。断ろうと思ったけど、ハイペリオンのお菓子があまりにも美味しいから、砂糖とクリームがたくさん入ったケーキを初めて食べたわ。プロニャお姉ちゃん、ゼルも一緒にハイペリオンに乗るよ。アインシュタイン博士がゼルの成功が気になるからもう少し観察したいって言ってね。それもいいなって思ったの。これからゼーレはプロニャお姉ちゃんと一緒にいられるよ。ええ、ゼーレが早くなれることができるようブローニャも協力します。孤児院の子たちは博士が引き取ってくれることになったの。しばらくはソルトレイクの基地にいるみたい。あそこなら安全だって。もう少ししたら私もロザリアも手伝いに行く予定。ただシンマールは、あいつがいないと正直寂しくなるわね。いろいろあってネゲントロピーもセイフレイヤもこれから忙しくなると思うけど、大人ばかりを頼ってられないもん。私たちも頑張らなきゃ。
未来はどんな風になるんだろう。まだ遠い先のことだけど、すぐ近くまで来ている気もする。未来は子供たちのものだと、テレサ学園長はそう言っていました。明日が良くなると子供たちが信じなければ、皆の期待する未来がやってこないとも。これは彼女が聖フレイヤ学園を作った理由でもあります。テレサちゃんは難しいことばかり言うわね。本当に私たちと同年代なのかしら。おそらく同じではないと思います。でもその意味はわかるわ。未来は私たちが作る。そうよね。うん。でも今日は思いっきり遊びましょう。明日また頑張ればいいわ。ロザリア、やっぱり。遊ぼう遊ぼう。何して遊ぼうかしら。ブローニャが決めて。うん、今日は4人もいますから、かくれんぼにしましょう。
しばらく出撃。道を見つけました。ガール、今日の公演大成功。
に戦います。かくれんぼだよ。シールド欲しいな。そうだ、レスキュー戦術。勝利です。ブローニャお姉ちゃん、ゼーレは会いに来たよ。